こんばんは。本日はチャンピオンシップを生中継でお届けします。チャンピオンシップ第1戦、シエロ対サンフレッチェ。この試合に勝利を収めれば J リーグチャンピオンにぐっと近づきます。今日はどんな戦い方を取るのでしょうか。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。佐々木、ここからどう展開するのか。ボールを井上、このボールを受けました。井上、井原、このボールを受けました。西村、ゆっくりとボールを回しています。井原、素晴らしいコンビネーション。蹴った、ゴールポストに当たった。これが決まった。両クラブ最後の決め手を欠きました。さて、前半の試合展開をどう見られますか。
この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。前半の好調を持続することができるか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半の立ち上がり、サンフレッチェ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。磯貝、危ないプレーだぞ。レッドカードが出されました。磯貝、無念の退場。試合終了の笛が鳴りました。1-0、シエロ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。この勝利は大きいですよね。このチャンピオンシップは2戦しかしませんから、先に1勝を挙げたクラブが精神的にもかなり有利になるんですよ。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。チャンピオンシップ第2戦、サンフレッチェ対シエロ。1戦目に負けていますので、もう後がありませんね。そうですね。こうなった以上は、とにかく攻めるしかありませんから、かえって作戦は立てやすいですよね。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ、試合開始です。前半14分、サンフレッチェ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。柳本、ボールを運びます。フェイント、パス。よく状況を理解していますよ。ハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。かろうじてパスが通ったという感じですね。西村、これ森安、どんどん切り込んでいきます。風間、どうだ、ゴーン。森安、ゴールに叩き込んだ。両クラブ最後の決め手を書きました。
さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか。1点差ですからね。これ以上点を取らせないようにしのいでいけば必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。試合終了の笛が鳴りました。1-0、サンフレッチェ見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか。第1戦は何としても勝ちたかったところですが、残念な結果に終わりましたね。第2戦はとにかく積極的に攻めていかないといけませんよ。
皆さんこんにちは。残り少ない今年をいかがお過ごしでしょうか。ニューイヤーカップ1回戦、シエロ対サンフレッチェ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。さあ、今年もニューイヤーカップ開催の時期になりました。この大会をどうご覧になりますか。ノックアウト方式のトーナメントですから、1試合目から全力でいかないとどのクラブも足元をすくわれてしまいますからね。短い期間で調子に乗れたクラブが優勝できますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半の立ち上がり、シエロ選手が上がっていきます。ルンガバックパス、高木止める、ルンガ積極的に前に出ていきます。中西ショートパス、ルンガうまくつないだ、佐々木、おーっとボールを取られた、森山スライディング、三浦そのままシュート、ゴールゲーム来ました。前半41分、シエロ依然として1対0と1点のリード。中西ファルコン、このボールを受けました。森島ゆっくりとボールを回しています。ファルコンうまくつないだ、中西通りました。風間危ないプレーだぞ、イエローカードが出されました。両クラブ最後の決め手を書きました。この得点差についてどう思われますか。サッカーは30秒あれば1点取れますからね。これから長い後半戦がありますから、まだまだ分かりませんよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半開始早々、サンフレッチェ1点のリードを許しています。道木攻め込むチャンスを伺います。森山素晴らしいコンビネーション、右に叩き、野順優パス、森安素晴らしい、野順優チャンスになります。パシック、ゴールネットに突き刺さった、見事に決めました。サンフレッチェとうとう同点に追いついています。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は1対1、同点。息詰まる緊迫した試合展開となりました。ここまで得点シーンが見られませんでしたが、何が足りないのでしょうか。両クラブとも持ち味を出したいい試合をしていますよ。ここからは一瞬の油断で勝負が決まってしまいますから、集中力の勝負ですよ。さあ、このニューイヤーカップは90分戦って決着がつかなかった場合は延長 V ゴール方式を取ります。試合は延長戦へと突入します。今延長前半開始の笛が鳴りました。サンフレッチェここからどう展開するのか。森山抜きました、パス、ロングパス、ドリブル、風間ここでボールを取られました。サンフレッチェ
フィールドいっぱいに広がります。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。センタリング、橋、ゴールネットに突き刺さった。素晴らしいゴール、V ゴール。白熱したゲームに幕を下ろしました。ついに決着がつきました。1対2、サンフレッチェ延長 V ゴールで勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか？トーナメントは実力だけではなかなか勝ち進めないものですから仕方がないですよ。今日のことは忘れて、また来年このクラブの活躍を期待したいですね。